アルビン・クラーク・アルバン・クラークはアメリカの天文学者で望遠鏡製作者。マサチューセッツ州はシュフィールド生まれで、もともとは肖像画家だったが、40歳で望遠鏡製作を始める。二人の息子と設立したアルバン、クラークサンズで彼はバーミンガムのチャンス紹介が製造した光学ガラスを研磨して、当時世界最大級の屈折望遠鏡などを数々製作した。 その主要なものには、ディア防ン天問題の18.5インチ系、アメリカ海軍天文台の26インチ系、プルコボ天文台の30インチ系、リック天文台の36インチ系、現存する世界最大の屈折望遠鏡である、ヤーキス天文台の40インチ系などがある。息子の一人アルバン、グラハム・クラークは、レンズのテスト中にシリウスの晩星を発見した。 共同経営者のもう一人の息子は、ジョージ・バセット・クラークである。他に、写真レンズでも、今日の一眼で不要大口径標準レンズのほぼ、すべてが採用している構成であるダブルガウス型の、祖先とされる、レンズの設計が、彼の手によるものである。彼の業績を称えて、月と火星にその名のクレーターがある。ありがとうございます。